シナモロールはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。デザイナーは奥村新設。シナモンロールは小表記。主人公シナモンは尻尾がシナモンロールに似た青い目をした白い子犬のキャラクター。空を飛ぶことができる。2001年秋頃、いちご新聞で行われた新キャラクターの読者投票企画にて選ばれ、グッズデビューが決まった。 キャラクターの開発は当時のカフェブームの時代背景を受けた。2002年5月16日からグッズの発売が開始。当時の作品タイトル名はベビーシナモンである。当時癒し系として注目を集めていたセガトイズ、ホリプロのお茶券に対抗するキャラクターとされる。アメリカで商標登録の問題が生じたことなどから2003年3月に名称を シナモロールに統一した。これまでサンリオはキャラクターの広告宣伝には消極的であったが、シナモロールはサンリオによるテレビ、雑誌での積極的な宣伝により短期間で人気を獲得することに成功した。2004年にはサンリオショップでの売り上げの25%を占め、ハローキティに次ぐ人気を獲得。また、同年11月には日本ビクターより、 シナモロールがデザインされたポータブル MD プレイヤー XMC31CN が発売された。2005年度には年間300億円を売り上げた。2005年にはモカ、シフォン、アズキの3キャラクターによるシナモエンジェルスが発表され、シナモロールとは別に商品展開を開始した。商品展開開始時点での主となる対象層は8から10歳程度の女児であり、 小学校中学年同校学年程度向けの商品が主力のシナモロールより低く設定されている。2007年にはカプチーノの双子の弟のココナッツが発表された。さらに同年、ルロロマニックというシナモ系キャラの小悪魔バージョンが発表され、これもシナモロール、シナモエンジェルスとは別に商品展開を開始した。また同年に小説、 シナモロールシナモンの不思議旅行が発売、作中キャラのポロンも別に商品展開を開始した。2008年春からは、講段社が発行する幼児向け雑誌での連載がスタートし、その代わりに、小学館が発行する幼児向け雑誌での掲載がなくなった。2017年1月10日、シナモロール15周年を記念して、サンリオピューロランドに、 シナモロールフワモコタウンのオープンと同時に、シナモンにそっくりな品川モンジローというちょんまげをゆいばかまを着てお団子の刀を持つ浪人をモチーフにした、正体不明のキャラクターのほか、城のお役人をモチーフにした、カプエモンというお団子好きの食いしん坊のキャラクターや、クの位置で分身の術が得意なシフ・マルというキャラクターなどが登場した、ピューロランド限定で、 グッズの販売も行われている。2017年7月2日、シナモロールはサンリオキャラクター対象で得票数656,154票を獲得し、初のグランプリに輝いた。この年は初回速報、中間発表でも1位をキープし続け、さらにいちご新聞に届いた票のみを集計した、いちご新聞ランキングでもグランプリになり、4巻を達成した。 2018年3月6日、シナモンの誕生日を記念して、サンリオキャラクター初のファンクラブサイト、シナモロール王国が設立された。2018年7月1日、前年に引き続きサンリオキャラクター大賞でグランプリを獲得し、2連覇を達成した。ただしこの年は、初回速報、中間発表では1位をキープしていたが、いち新聞ランキングでは2位となり、 惜しくもグランプリを逃した。2017年2月13日、シナモロールが品川区の品川観光大使に任命され、区役所で任命式や関連イベントが開催された。なお、シナモンは2013年に品川土産応援キャラクターに任命されているほか、2015年3月配信を開始した品川めぐりという観光情報サービスアプリのナビゲーターにも採用され、 それに合わせて、品川観光案内所、品川プラザの外観がリニューアルされ、シナモロールの記念撮影パネルなどが設置された。また、2017年と2018年には、目黒川みんなのイルミネーションのオープニングセレモニーに参加している。2018年10月27日、シナモがあしらわれたマンホールの蓋が大井町駅前に設置されている。また、 2018年11月19日、シナモンがあしらわれたデザインエタイルが立合川競馬場通りの歩道に複数箇所設置されている。また、朝日生命のマスコットキャラクターに2009年4月から起用されており、公式ホームページにも特設コンテンツが設置され、キャラクターのプロフィールなどを閲覧できる。2007年12月22日、劇場用映画、 シナモンザ・ムービーが小築系で全国ロードー公開された。1996年1月13日公開のハローキティのみんなの森を守れ。以来、サンリオが制作した約12年ぶりの新作映画である。制作費は2作品合わせて5億円。リスク抑制のため制作委員会が結成され、作品が制作されている。魔法の世界に連れ去られたアンナお姉さんを救うため。 シナモン、フレンズ、チャウダーが魔法の世界に旅に出るストーリー。シナモン、モカ、カプチーノ、エスプレッソ、シフォン、ミルクについては省略。アンナ、カフェシナモンで働くお姉さん。空から落ちてきた子犬に、シナモンと名付ける。チャウダー町外れに住む、魔法使い。アンナと仲の良いシナモンと、フレンズに嫉妬し、アンナに魔法をかけ、魔法の世界に連れ去る。キャラクター名は、 小学館学年史、次世代、ワールドホビーフェア2007サンリオピューロランドの一般公募によって決定した。パン生地お化けチャウダーの魔法でお化けに変身したパン生地。相性は、ヤフーキッズの一般公募によって決定した。シナモン、モカ、カプチーノ、エスプレッソ、シフォン、ミルクは蒸気に同じ。トゥギャザー作詞 HUB、作曲、原博明、編曲、アキラ。 歌東方新規 CD、トゥヤザーに収録、シナモンの歌作詞、有森里み、作曲、編曲、服部隆行、歌シナモン CD、シナモンザムービー、ネズミ物語ジョージとジェラルドの冒険、サウンドトラックに収録、フーバーオーバーが、シナモロールのテーマ曲、ベビーシナモンを歌っている、フーバーオーバーのアルバム、コレクションに収録、また、 ベビーシナモンにという別の曲も歌っている。また、シナモンとフレンズは、二人は、ライバルという楽曲を発表している。2006年10月28日、シナモンエンジェルスが、チュチュチュで CD デビューした。2007年6月16日には2枚目のシングル、夏色ファンタジーを発売。2枚共に、サンリオピューロランドや一部のサンリオショップでの限定販売。 2012年6月にはシナモロール誕生10周年を記念したオリジナルソングシナモンのパレードを奥村新設の作詞、陰鉄の作編曲で電波組、インクが歌っているサンリオ公式 YouTube およびニコニコ動画シナモンチャンネルにて正隆 P の制作による 3D アニメでのビデオクリップを公開2012年12月5日にはキャラクターソングアルバム シナモントリップが発売された。全曲の作詞、作曲を、オスタープロジェクトが手掛けている。2018年8月、シナモンが歌う品川区イメージソング、笑顔の魔法が発表された。2019年、スーパージュノンボーイコンテストに、出場時、シナモン応援歌、フレーフレー頑張れ、が発表された。2015年3月からシナモロールの、 公式ツイッターアカウントに対する暴言が相次ぎ、その多くはいじりがエスカレートしたものだった。これらの悪意あるリプライに対し他のツイッターユーザーからは不快感を表す声が上がり、5月に入ってからはネットいじめとして問題視する声も出てきた。サンリオは同年5月11日からシナモロールの公式アカウントに対して暴言を吐いたユーザーに対してブロックする措置を取り、 ブロックされたユーザーは200を超えた。翌日12日には、シナモロールの公式アカウントから、シナモンの友人であるシフォンが、シナモンは私が守るから、みんなはそっと見守ってほしいと発言するツイートが投稿された。ニュースサイト RBB トゥデイの原田は、サンリオ側もこの事態に辟役しており、キャラクターを通じて一連のツイートを行ったのではないかと見ている。また、 一部のメディアは一連の騒動をネットいじめとして問題視し始めた。メディアプロダクション対優の取材に対し、サンリオは一連の騒動に対して悲しく思っているとコメントし、シナモンもみんなが嫌な気持ちになるのは悲しいけど、僕は元気だから安心して。また明日もツイートするよ、とコメントを述べた。また、タレントの衰卓。 アリーやゆるキャラ好きのアイドル、テラシマユフをはじめとする芸能人たちからも励ましのコメントが寄せられた。ニュースサイトダヴィンチニュースの浅井真由美は、一連の騒動について何事にも果敢に挑戦するハローキティア狙ったギャグを発する具で、玉やキりミちゃんはボケが成り立っているのに対し、シナモンは、いわゆる屈託のないいい子で、突っ込みどころのないキャラクター像だったため、一部ユーザーから、 シナモンは何を言っても怒らないと思わせる結果になったのではないかと推測している。なお、シナモンいじめの普段の取材のためサンリオまで来て欲しいのでサンリオへ行くというツイートが流れたが、サンた,ただし、アサイは小説シナモロールシナモンの不思議旅行の中で、シナモンが自分の考えを宮廷音楽家、セフォンに直接伝えて怒らせる場面を取り上げ、 空気を凍らせておいて知らん顔する人物が実生活にいたら少々苛立つかもしれないと述べつつもツイッター上でのシナモンはこのような性格を全面に押し出しているわけではないのでこれが暴言リプライの原因になったとは考えにくいと述べているシナモンザムービーに関するカテゴリーありがとうございます